本のリポートですが、えー、10月ですので今月、えー、中丸ルさんとの対談本は、えー、また出ました5年ぶりですね、えー、前回の会,会談は対談は2007、うん、年だったと思いますじゃあ次の本はどう違うか ということで中丸さんのテーマは、えー、ずっと同じテーマを追求している一つのテーマは、まあ、陰謀説、えー、そして、えー、UFO についてそして新しい言葉が表紙に出ていますねパラレルこの対談が行われたのはカナダ ハリソン・ホット・スプリン・リゾートでした。ちょうど私はアイスランドの取材をした後で、えー、出版社に頼まれまして、えー、実は、えー、中丸先生はあるテクノロジーのことで、えー、カナダのそのテクノロジーの開発者のところに行きますという話を伺いました。そのテクノロジーは どういう話だったのかと言いますとなんと、えー、放射能を完全に浄化する、まあ、解除する、えー、機械がありますという話だったんですねで今ご存知のように日本国内で、えー、その瓦礫に放射能がいっぱいついたまんまあちらこちらに運ばれる問題に対しては、えー、中丸さん曰く ちゃんとした、えー、働きをするテクノロジーだったらつまり本物だったらば、えー、日本政府はお金をちゃんと出してくれますからアイスランドの本は今翻訳中ですので 来年のリポートになりますけれども少しだけそのアイスランドの話をしますといまだにインターネットで同じアイスランドの伝説は繰り返されてるんですね YouTube やいろんなサイトでほらアイスランドは悪いバンクスターを追い出して新しい憲法を作った、えー 全ての問題を解決したんだと。だからアイスランドはモデル国だというんですけれども、本当は私は行ってみて、リポートをしたらそうではありません。結構それに近いところまで行ったんですが、逆戻りをしたので、今のアイスランドは、えー、もうみんなローンだらけで、お金返さなければいけない問題で、 えー、新しい憲法は何もできていなくて、えー、昔の、えー、銀行スタイルに戻りつつあるというリアリティがありますねしかしどんなにインターネットで検索してもその情報は出ないということが分かりましたでもう一つはカナダでやり始めたのはスプラウティングスプラウティングということはどういうことかというとオーガニックのシード 種に多少水を流すだけで、いっぱい食べ物ができる。だから、えー、ミクロ畑、家で作れるということで、来年になってから私は100%オーガニックのシードをカナダから入れます。で、これはどんどん難しくなるのは、皆さん、モンサントの問題はわかりますよね本当にオーガニックの種は日本で買えるのかと。 いう問題、えー、だから日本ではあんまり、えー、今はね、うん、結構流行ってるのはローフードなんだけれどもローフードの基本はスプラウティングなんですよねスプラウティングと言うんですが私は来年日本に導入しますのはスプラウタという皆が家庭で使える1万円以下の値段でずっと、えー、4日5日でシードからちゃんとしたものが食べれるように なるそういうシステムをこれからあの入れていきたいと思いますねまず自分の家にあるいは出産問題になると、えー、私の娘は今ヒップノーバーシングの先生になっていますね催眠療法を使って妊婦さんと一緒に呼吸法もやりながら、えー そのヒプノーシスを使って、うん、あのヒプノセラピーを使って相手をリラックスさせる方法でもってかなり楽に家で、えー、出産ができるけれどもこれが現代の我々のソサイティの問題ですねそこでドクターの意見とかナースの意見がみんな、えー、結構うるさく言うわけなんですねだから、えー、娘は このヒップのバーイングというちゃんとしたあのやり方があってえ次ちょっとスピリチュアルのお話をさせていただきたいと思いますえいろんな宗教哲学 スピリチュアルシステムがあるということは、えー、間違いないことですが今2012年ですので、えー、信憑性の高いお話とか、えー、やってもいいという一応システム化された、うん、2三3 0年前から歴史がある 皆さん A Course in Miracles、えー、奇跡のコースという話今ちょっとだけニュースで伝えたと思いますが私は数年前から勉強しておりまして、まあ、日本人にとってはちょっとネックなのはちょっとクリスチャン的な話が多いから どうかなと思う人もいるかもしれないんですが根本的な発想は非常によくできているで、えー、どういう話かについて少し今日話をしたいと思いますね、えー、今マニュアル for Teachers という教師のため教える人たちのためのマニュアルと書いてあるんですがまず ここで、えー、皆さん勘違いすると思いますあ、先生になるためにこういうマニュアルがある。ね、しかし、このコース・イン・ミラクルの考え方では、えー、教えるということイコール完全に学ぶという話なんですね。何かお偉いさんになって人に教えるという観点からの Teachers の意味ではなく、 実践的にこのコースを生きている人たちがティーチャーという発想なんですね。だから特別なスクールとか教室とか、えー、何時何分からの授業だとかいう意味ではありません。そのコース、このコースインミラクルのコースの根本的な話をちょっと説明しますと、実は ヒンズー教にも仏教にも出てくる話がスタートなんですね。えー、つまり、えー、実際のところ2つの考え方、2つのシステム、2つの、うん、次元の捉え方しかないという話になりますね。つまり、真実、真理があるという発想に対しては、 リモートビューインで言いますと、シグナル。それに対しては、そうではない。個性がある。いろんな違う話があって、これがノイズ。と言いましょう。二つしかない。こちらは永遠に変わらない。真理。それが偉大な聖者がみんな伝えた。 真理。変わらない。ずっと同じ。時代関係ない。時間が関係ない。空間は関係ない。こっちは常に変動したりして、すごく魅力的なところがいっぱいあるかもしれないんですが、遅かれ、早かれ、人間はがっかりしてしまいます。引いて言えば、これが真実、これが幻。 でこのコース・イン・ミラクルの出発点としますのは私たちの捉えている五感を通して捉えている世界は完全な100%的な幻というはっきりとした基盤があります。 だからこの幻の次元の中の幻の哲学とか幻の宗教とか幻の精神世界にいくら勉強しても頑張ってもしょうがないという出発点なんですねじゃあ2つのシステムしかないこちらは knowledge 知恵永遠にある同じ知恵変わらない知恵であって でこの世界は私たちの五感で捉えている Perception つまり近くの世界ですねで近くの世界になるとみんな異なるわけなんですね2万6000年のサイクルがある中でこの時にその次元にアクセスする 扉が開いてくるかのようなイメージなんですね。ですので、訳のわかる人間にとってはこれは大チャンスなわけなんですが、訳のわからない人たちは永遠に訳が分からないということ。だから、例えばこの Course in Miracle は今日本語訳はできてるけれども、実際にその価値がわかる人は非常に少ない。 言葉の数が多いからです。けれども、さすがに2012年ですので、私の最近知り合ったある女性の方が、分かりやすく、実は全部、えー、勉強したことがある女性ですので、この長い文章はいらないから、日本人に対してはこういう言葉がいいと。 いいう方がいらっしゃるんんですよ皆さんだから来年このコースインミラクルの日本語版が僕は出ると思いますので是非とも注目していただきたいと思いますマルカワーシンの、えー、お話を再びさせていただきたいと思います 丸川氏について前回ご紹介しましたカャティー・ドゥアーさんの写真集と解説の大きい本がありますけれどもじゃあ他の本はありますかとどんだけ丸川氏についての情報があるかと思ったらなんと1950年前後でえアメリカで神秘主義者 Uh, UFO c o n t a c、uh, t 確かにフリーメイソンだったかな怪しい人物であるジョージ・ハント・ウィリアムソンこの人は、uh, ペルーにシャングリラのような場所は実存してるというお話を書きましたそのお話は えー、大変不思議なご縁で私の友人である秋山誠さんによって翻訳されたこの本があります。アンデスの刻印という本ですね。このストーリーはブラザー・フィリップという、えー、別の名前をウィリアムさんジョージ・ハン・ウィリアムさんが使ったわけですけれどもブラザー・フィリップとして ある、えー、不思議な修道院はアンデスのお口にあるんだという話を50年前にですよ、50半世紀以上前にですよ、出しましたお話がありました。彼のもう一冊、まだ私は読んでません。絶版となって、今、えー、この間、アマゾンで 調べたら1万円ぐらいでハードバイクで売ってる本手に入れなくちゃと思って The Road in the Sky というえ The Road in the Sky 空の道という直訳なんですがなんとこの本の表紙は丸川氏のあのジャヌスのような二つの顔彼は言ったんですね 半世紀以上前になんかこの丸川氏とあのシャングリラの話何か関係があるのではないかと感じますので私自身または他の参加者が丸川氏で経験したことについてこれから話をしますけれども。